ね。さあそしてダイソーに駒田さんが出てきました。ダイソーが駒田さんってすごいですね、駒田さんもダイソーさせられるような年齢ではないですよね、はい、60歳ですね還暦をお迎えになられました。バッターボックスにはゲニバリ、ジャイアンツの坂本勇人、そしてマウンド上は松井稼頭央さんが上がりました。松井さんはどこでもできますからね、まあ、PL 学園時代は投手ですもんね、はい、どうでしょうね、まあ、今オフになってバッティングはそんなに練習してないと思うので、はいはい、いきなり振ってしまうとね、ちょっとヘルメットがちっちゃいのも気になりますね、あえて浮かしてますかね。